アンパンマンと竜宮城。えい、お前なんていじめてやる。ベンベン。やめてやめて。ベンベン。痛いよ。ベンベン。なんだお前、お前なんてやっつけてやる。ええー、ブワーッ。なんだこいつ、お兄ちゃんの敵。ブワーッ。この野郎、ドリルでやっつけてやる。ズギー。ぐひゃー。この野郎、一体誰なんだ。どすこい。俺はアンパンマンだ。ぐわー。お父ちゃんの敵だ。てん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 。ピー。ドーン。ありがとうございました。助けていただいて、お名前は何て言うんですか？僕はアンパンマンだよ。アンパンマンさん？ああ、君はいい人だ。よかったら、竜宮城に来て、美味しいご飯をたくさん食いませんか？ですか？竜宮城ってどんなところ？それはそれは、いろんな魚がいて綺麗なところですよ。あ、竜宮城には乙姫様もいらっしゃいます。じゃあぜひ連れて行ってください。いいですよ。背中に乗ってください。昔、昔、浦島は助けた。うわっ！これは、たまに来る海の支配者、ザリガニックです。うわ、来た来た来た、助けてくださーい。うー、ガオー、アンキうわー、ドン、プシュ、痛い。あ、逃げていきました。ありがとう、ありがとう。もう少しです、竜宮城の乙姫様は。あ、着きました。乙姫様、この人が僕が助けてくれました。助けてくれたの？ありがとう。君に、いいものをあげるね。ですか？玉手箱って言うんだ。それはどんなものですか？この箱に入ってるものなんだけど、開けたらダメだからね。わかりました。でも、なぜ開けてはいけないんですか？それはね、すごい秘密があるからだよ。ちょっと待っててね。よいしょ。僕が重いから持っていきますね。大丈夫？じゃあ、陸まで一飛びできます。ひょー。ああ、やっと着きましたね。ありがとうございました。いいえ。それではまた、竜宮城に来たいときはいつでも呼んでください。わかりました。それでは、バイバーイ。あ、言い忘れてたことがありました。乙姫様も言ってた通り、絶対に玉手箱を開けたらダメですよ。はーい、じゃあねー。なんだろう。とっても気になるな。開けちゃおうかな。よし、開けちゃえ。ここを引っ張るといいのかな？ああ、ダメダメ、ダメだよ。すでにもう開けてる。開けたらダメって言われたじゃないですか。だって気になるんだもん。それ、開けるぞ。ダメだ、ダメだ、ダメだ。ああ、ダメだ。
じゃんじゃん。